どうも、こんにちは、たけるです。まあ、今回は動画でネタがないので、まあ、とりあえず保育園時代から今にかけての思い出を、まあ、今回語りたいと思います。まず一つ目は小学生の時です。小学1年生の時なんですけど、小学生1年生といったら楽しい思い出がもう思い浮かべないんですよね。まあ、俺は今中学生なんですけど、7年前になります。7年前に、それは国語の授業の時って言うんですよ。なんか、ひらがなとか、ひらがな書いてたら、トイレ行きたくなっちゃって、俺が。それで、まあその時は俺、当時は、先生、手を挙げて、先生にトイレ行ってきてもいいですかって言うじゃないですか。で、行ってもいいですよって言うじゃないですか、普通は。まあ、俺だったら、もうそのことは知らないで、その立って、そのまま教託に行ったんですよ。その時俺、格好つけた感じで、こう言ったんですよ。君たち、ちょっとトイレに行くから、待っててくれ。って言ったんですよ。俺の記憶で。まあ、それで先生に注意されて、座りなさい。手を挙げて行ってくださいって言われました。はい、続いての二つ目、今回二つですね。真剣じゃんショーがですね、その遊園地で。まあ、地方によって様々なんですけど、まあ、ショーが終わった後って、なんか、握手会とかあるじゃないですか。まあ、俺の時は、保育園か小学生ぐらいだったかな、確か、あの時。その時、父さんの大学生からの友達、大学生ぐらいの友達に、との子供たちと、遊園地に行ったんですよ。それで、まず最初に見たのは、真剣じゃんショーでした。まあ、さっきも言った通り、地方によって様々なんですけど、拍手あるじゃないですか。まあ、俺の遊園地行った時は、真剣レッドと真剣ブルーが、なんか、プレゼントとかあったんですか？あの袋、なんか、指人形とか入ってるやつ、袋になんかサインを書いて、それ、子供に渡すっていうのがあったんですね。残りの真剣ピンク、真剣グリーン、真剣イエローがいたんですよ。その3人と握手するってやつなんですけど、まあ、ちょっと今思ったのが最初に、ブルーと真剣レッド、5人と一緒に握手したかったって今思ったんですよ。で、真剣ピンク、グリーン、イエローを3人とも握手するとき、ちょっと痛かったっす。ちょっと痛かったというか、ちょっと、握手して、で、真剣グリーンを、すなやか、時に、うってなんか、握ってくるような感じで、ちょっと痛かったんですよ。なんか、真剣ピンクとイエローも多分そうだったと思います。中に入ってるとめっちゃ痛かった。はい。というわけで、今回のトークはここでです。まあ次回やるかもしれません。サブチャンネルではお願いしますね。さよなら。